2>, 2番のプレイヤーは発言してください、えー。俺ですかええー。あーまあ役職は別に特にないっすね。仕様ないっす。村人陣営です。えっと。うん、あやべえ。普通の声で喋っちゃった。えー、っと、別に特にないっすよ、マジで。一番最初って不利っすよね、なんか。不利だな。えっ、ー、と。 うーん、別に、僕に別に役もないし、あんま初心者出身者って言うなって言われるんですけど、まあなんか、失言とかたまにめっちゃあるんで、もうさっきもすぐ釣られたんで、まあ、うーん、まあ、ちゃんとしっかり見てるんで、どんどん失言してくださいね。<laughs> わかんねえ。発言してください。ええー、次僕、僕僕はあんまりよくわかんないや。何言えばいいんだろうね難しいね、これね。ふ <noise> ってー。 俺は2番を釣るよ。理由としては、よくわかんないけど、なんかメタっぽかったの。うん。だからね、2番を釣ることに決めちゃった。え <laughs> じゃあ、頑張っていこうと思いますので、よろしくお願いいたします。3番、腰高なまるるると申しました。ということでね、身長172センチ、体重76キロ、えー、私。わかねえな、これ。4番、のプレイヤーは発言してください。 えと2番さんはお金っぽくないなと思いました。2番さんはね。うん、印象悪いんだけど、印象が悪いのと、えっ、ー、と、人外要素っていうのはまた別だと思っていて、その、まあ、最初の発言って不利だよね。確かに不利だ俺も進行論とかめちゃくちゃ苦手だから言わないです。言わないっていうかね、なんつうのかな。まあ、ありきたりなことになっちゃうし。うん。で、さんまさんに関しても、なんだろうな。でも逆理論で、ーっぽくないとか言うのダメなのかな。 ムラにはないんだよ、兄さんに関しても。で、別に俺もここで発言伸ばして白くなろうとも白くなれるんですけど、ならないです、僕。だって、二番の気持ちは分かるから。だから、二番さん、うん、二番の気持ちは分かるし、三番も、なんつうのかな。炉っぽくない。はい。かな。だから、兄さんを、なんつうの、マックス強っていうかさ、色は白なんじゃないかなと思ってるんだよね。だから、占い師の人が頑張って、頑張ってほしいなと思ってる。 うん、いや、兄さん、彼に本当に村村だった場合ってめちゃくちゃきついだろうから、オーカイの絶好の黒のリーチになってるからね。はい。それくらいかな。あ、占い師に触れましょう。2週目占い師に触れましょう。どっちが真に見てるかって言いましょう。はい、以上です。5番、のプレイヤーは発言してください。さいはい、どうも5番です。よろしくお願いします。あのー、 あのね、やめてほしいよね。うん。なんでかというと、あの、その、進行論でも喋ってほしいんだよね。自分がどのような進行にしたいのか。うん。で、みんなこうやってパー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 ふ,ざけふざけてるとお、終わんなくて発言できないんだよ。うん。それも分かってほしい。うん。2、3、どっちかでいいんじゃないあのー、4に関しては例外で、確かに4番は進行行ってなかったけど、ネートさんの精査をちゃんとしたから4番は違うとう。 うん、その点って感じです。はい6番。いやー、けど5はやく切ったな。はい、えっと、村人陣営です。特にしようはありません。えっと、反対やな 2>, 2番さんは出方が村っぽかったって思いました。うんーとなので、2番さんと頑張っていこうかなって思ったところ、3番さんが出てきて、2番さんと出方が一緒で、あら、同じだと思ってちょっと困っていましたが、えっと2番さん を釣りやすいところをあげたっていう感じで、3番さんは、うんと、ちょっと黒っぽいと思って見ています。4番さんは、2番さん人外ではないと思ったところ、視点が一緒だなと思って、うん、どっちも狼っぽくないと見,る見たところが、4番さんの白要素かなと思って見ていました。5番さんは、進行論言ってほしいとかっていうの、わ、うん、かるなと思っていました。なので、えっ、ー、と、 黒っぽいと思ったところが今のところ3番さんしかいません,うーん7番のプレイヤーは発言してください4番さんあの2番2323より黒い発言とかむらりのない発言をする人が 他にいいると思いますその5から1にかけてもう23をどっちかローとかに置くしかなくないですかローか強か、まか、あ、どっちともかも感じました8番のプレイヤーは発言してください はい、占い師です。ランダム白は1番さん1番さんが白でした。えっ、ー、と、正直ね、対抗9番さんで出るかわかんないけど、もし出たら、9番さん対抗出たら、あの、2周目はどっち死んで見てるかを言ってほしい。で、自分の方2戦目で見てる人を釣りたいです、自分は。明日占い決め打ちになるんで。 確実にその人が多分ほぼぼれに入れてくると思うんで、その人は裏側だとしても、あの今日釣っときたいです。ミスしてるんでね。で、現状の釣りたい位置は2番さんか3番さんか7番さん。俺4番さんすごくあの3人目で出て白っぽいって感じたよね。そこを白く言った5番さんと6番さんは釣りたくない。で、 その兄さんにヘイトが集まってるとこを7番さんは集めてきた感がするんだよね。だから7番さんは発言伸びなくてしかもヘイトが集まってる兄さんにどっちの方が黒いとも言わず両方釣りをしたとこが7番さんの黒目。だから兄さんならどこかに行きたいけどそれ以外で自分の方2戦目で見てる人がいれば えー、456で自分のこと2戦目で見てる人がいれば別に237行かなくて全然いいです。確実に明日自分に投票するっぽい人に自分は必ず入れます。投票します。で、できれば役職は潜伏してほしいかな。その理由は出てしまうと護衛がそっちに行っちゃったりして自分が噛まれてしまうんだよね。噛まれてしまったらもう 意味ないから、あと、運ゲーになっちゃうから、護衛欲しいんで役職は潜伏してほしい。できれば、まあ役職占ったら本当ごめんなさいって言うしかない。以上です。9番のプレイヤーは発言してください。はい、お願いします。9番森の職人です。8番さんが1番にしろ。で、俺が対抗で出てきたらって話はしたけど、1番が対抗に出る話はしなかった。 よね、まあ1が出ても強人っていうのが普通なんだけど8番さんぐらいの人がそれを言わないでスルーしたっつうのはなんかちょっと俺は引っかかるだけど俺は村人陣営なのでこれで1番さんが出なければ平和村なのでカリウッドさんは8を守るという方向で行ってください。 俺が狩りかもしれないけどねえー、そうだね釣りち現状俺は八幡さんの言うとり便乗してらでもいいと思ってるうん最高出ないか 一番のプレイヤーは発言してくださいはいおはようございます占い師です、えー、ランダムで六番さん <laughs> 白六番さん白と出ていますハー,ークお願いします、えー、なので八番さんはそうですね老化強化っていうところですがはい、えー、まだ今のところ、えー、どちらなのかっていうところはこ、えー、精査がついておりません うんとそうですね。まあ、9番さん、直近の9番さんは、途中まで、うん、まあ、8番さんにちゃんと突っ込む、突っ込みを入れていたことから、追加します。えー、まあ、白っぽいのかなって思っていたら、えー、8番さんの便乗じゃないけど、7番さん釣りっていうことを言ってたところで、うん、ちょっとそこで、なんだろう、若干、 えー、白目が下が下っったかなっていうところですで確かにまあ2番さん3番さん発言が伸びない、えー、そのことについてなんだろう、えー、黒塗りするっていうのは雑なんだとは思うんだけれども、まあ、2番さん最初こういいだろう最初の発言が、うん、なかなか出なかったところから何かこう人外で何か作戦を練って いたのかなっていう捉え方は別にしてもいいんじゃないのかそんなビクビクして <laughs> あのなんだろうみんながこう黒く言わないところが逆に怪しかったかなだから4番さんも別に白くないと思っているうんだから現状一番そうだな4番さんが怪しい 2>, 2番のプレイヤーは発言してくださいとそんなあれですか 一番,一番最初でそんな進行論とかや出るんですか全然よくわかんないですけど、それで黒く見られるのはちょっと順番不利っていうんですかそれはちょっとずるいと思いますね。えっと、9番さん僕から見て9番さんがめっちゃなんか冷静で、8番さんが1番さんのことはなんか無視っていうか、その、いいとしてたっていう冷静に見てて、なんか9番さんはめっちゃ白く見えましたね。で、 8番さんと1番さんが最高。8番さんが1番さんグランド白っつって1番さんが黒あ。違う。1番さんが占いってことは、8番さんか、あ、いや、あなんだ俺。あ、強人がいるのか。強人っていうの可能性もあるんですね。えっと、わかんないです。3番さんか7番さんに入れたいと思います。話聞いて。 のプレイヤーは発言してくださいえっと二番さん、その理由は何でしょうかね私をに入れる理由っていうのをはっきり明示してくださらないと困ります。で8番さんね、9番さんが出なきゃ私は不審とか言ってましたけど、1番さんのことを忘れていたのでしょうかそれともあえて省いたのでしょうか自分の白酒だからって、狂人に出る可能性があるので、うん、そこでっていうのは今日、まあ、目線としてどうなのかなっていうのは思いますね、占い師の。真の占い師としてのね。 でまあ、8番さん目線、一番さん、強靭ということで、まあ、一番さん、6、うん、まあ、囲いの線というのは、まあ、うん。 1>, まあ1が強人だとするならば6、うん、まあでもないのかなと思っております。はい。じゃあ今日どこ行くのかっていう話ですが、現状ですね、まず占い精査としては、8番さんがなぜ1番さんのおかしたのか、こちら、えー、ちゃんと返答いただきたいということと、1番さんがですね、うん、まあ強人だとして、1強軸で考えたときに、4号あたりにいるのかなというのが私の推理でございますので、よろしくお願いいたします。はい、終わり。4番のプレイヤーは 発えっとねー、うーんと、どっちもどっちね、8番さんってめちゃくちゃヘイトを買うような発言してんだよね。237から行きたいって言って、でも456が8を偽,で見偽目で見るようだったらそっち行ってもいいって、でもこれってヘイト買うから人外で言うかなって思われがちなんだけど、8番さん、占い師っぽくねえなって思ったんだよね。 えと8番が占い,なの新占いなのであれば、その8を2目で見る理由とかも考慮して、その人自身が村なのかっていうのを精査すべきなんだよね。村要素を拾うべきなんだよ、ね。自分が偽で見られてる人に投票するっていうのは、ちょっと暴論かなと思った。うん。かな。まあ、盤面的、盤面考察しちゃいけないだろうけど、でも、だ,だから分かんないんだよな。1番が強人だったら、 出るメリットってあるかなって、俺だったら潜伏するんだけど、まあ出る教授もいるでしょうって思うんだけど <laughs> ん、一番最初に関しては、まず役にどうしてほしいのか、役職者にどうしてほしいのかっていうの全くなかったから、いや、本当悪い意味でフラットなんだよね、18に関しては。8が、だわ分からん、本当8が人外だったら91に新占いがいるって分かってて、そこに白打つかなっていうのもあるしね。だから悪い意味でフラット。次1はね、うーん。<laughs> えっとね、9は白いと思ったな。うーん、釣り一は3番、3番時点でどっか。はい。五5番のプレイヤーは発言してください。さいうん、なんで3番上げたんだろうな。え ?2 番いらなくない なんで4番は2番のこと言ってなかったのか、マジ気になる、そこは。うん。占いは心境じゃないのかなうん、見てる。で、占い制作からすると、あの、これは4番と同じで、8番は真にあの見れない、今のところ。その理由は、これから、なんだっけ、なんか、占い師が出ることも発言していたから。 うん、だから8番はなんか先読みのことを伝えて何かなん,だろうん,なななんて言うんだろう何て言うんだろう語彙力 <laughs> って感じですよう、うん、で新教で見てることから9番の脳はあのー、盤面と発言と、あのー、そこの立ち位置で違うなと思って立ち位置っていうのが盤面2から始まって9で何、あのー、て言うの 後半の終わりまで来てるから9の人狼はないのかなって思ってるうんだから9は外してるって感じですうん2いらなくないいらないと思うんだけどなんで4番は2に対して触れなかったんだろう触れてたかうんこれに白くなるな <noise> 形の出てるけど、6番さん何なんだろうな ?3? 違うか。いや、6番には、いや、もうちょっと話聞くわ。2でいいんじゃない役やしたうがいいかな役なさそうな感じするんだけど。役ないが人狼じゃないはい。6番のプレイヤーは発言してください。はい、えっと、5番さん、4番さん、村置きしていることから、えっと、 今日は二番さん三番さんかどちらかが役なければ役ない方を釣っていいと思っています、えっと、占いは八、うん、番さんは狼か神、うん、と狼っぽくも見えますがグレースケールが一緒だったので一、うん、番さんは役について触れていないのでちょっと触れてほしかったなと思って占いがまだどっちが偽かっていうのはわからないです わからないから、8番さんが押した7番さんには今日行きたくないなっていうことで、2番さんか3番さん、抜かがなければどちらかっていうふうに挙げさせてもらいました。うん。そうですね。役系は、占い師さんから言ってほしかったです。7番。のプレイヤーは、発言してください。うん,うん、役系は、 っていう部分も含めてスムラ仕用した2番さんからいきたいと思ってますうんあとはまあ占いが黒っぽいところ占ってくれりゃいいかなって思ってますうんまあ23どっちかローだと思ってます、まあ、初日から言ってますけど2番さんいきます8番のプレイヤーは発言してください はい。えっ、ー、と、俺、2番さん行きたくない。グレースケール同じだし、37どっちか怪しんでる視点は自分と初日と同じだったからね。現状、オオカミ追ってるのは、まあ、2戦目で見てるとこ、俺は釣りたいって言ったけど、4番さん俺のこと2戦目で見てるけど、精査がすごくできる人だと踏んでる。だから、明日変わる可能性があるから4番さん行きたくない。俺ね、2番さんが2周目で37どちらかって言って、5番さんが2一本指定したんだよね。 俺5番さん狼だと思って仲間が37どっちかに俺いるんだと思ってる。1番さん狂人で6は俺囲えてないと思ってるんだよね。6番さん、やっぱり4番さん白く言ったから。で、6番さん俺のこと狼で見てる視点があるんで、それ間違ってるんで6番さんも狼じゃない、囲えてないと思ってる。だから2が37釣りをして5の仲間が37に俺いると思ってて、5の相方7だと思ってる。 7番さんも同様に2番さん釣りをしてるんで、俺、57人狼だと思ってる。なんで俺3番さんも行きたくない。で、7番さんに関しては占い審議も言ってないからね。で、5番さんに関しては確実に俺の子に2攻め目で見てるって発言残してるんで、5番さん村側だとしても釣られてほしい。俺は現状57人狼で見てる。えー、と、1番さんに触れなかった理由、4番さんと一緒。 俺、狂人で白もらったら潜伏するから。あの、連続で新占いかまして、えー、っと、白もらったら噛まれ位にならないからね。役職も出るから。そういう意味で4番さんって結構考察が伸びる人だと思ってるから残しときたいかな。だから4番さん白組言った人は多分村、村側だと思ってるかな。俺今日5番さん行きます。9番。 のプレイヤーはは発言ししてくださいださい、はいお願いしますまず俺占い師はね8最初強人だと思ったんだよなんでかっていうと1に対して強人なら出たら強人っていうの言わなかったことは自分が強人だったから言い忘れたんじゃないかなと思ったんだよねそういう意味で8の方が神明がないと思ってたただ8はもし8が強人なら狩人と絶対オオカミのために出させるって思うから8が 強あ彼人は潜伏でいいって言ったところは一応新要素として取ってるんだよね。そうするとまあ一が強人なんだけど一が真の場合は、一、えー、最初一の方が真かなと思ってたんだよ。まあ、ただ逆のことにも言わなかったけどね。そういう意味じゃあ俺、あ俺一の方が真と思ってて、八にしてたと思ってたところ、八、まあの新要素も拾ったから今のところどっちもどっちかフラットかなという感じで一応聞いていた。で、八の精査 は一応分かったけども俺は6が8を押したから7行きたくないっていう理由に何かちょっと違和感を感じて、えー、実は占い新居で出て67で七に行かずに23の方へ振ったんじゃねえかとちょっと普通に思ったんだよねまあ何とも言えないただね、まあ、2番さんに言うならば役職ないって言った時点でもう あのもう釣り対象になっちゃうんだよ。もし本当に最初に釣られたくないならそれは言っちゃいけないことなんだよね。ウライトでですだだけで納めとかいけめいいなんだよ俺はねちょっと精査つかないかなでも最後の「そ何?」にはずるいみたいな言い方してたんだけどそれそれそれ村って俺ちょっと思っちゃったんだよね。 かな1番このプレイヤーは発言してくださいう、はいえー、そうですねちょっとまあ八番さんみたいにこう私発言が伸びないので、えー、もう申し訳ないですけどあの役職の方には出てもらいたいです、うん、さっき言い忘れたんですけどはい、えー、じゃないと私エッセもグレーが、えー、どう見ていいのかっていうのが全く。 わ、えー、からない状態なので、はい、できたら役職、まあの方には、えー、今出てきてほしいと思っています。はい。って言っても出てこない。っていうところで、そうですね、もう8番さんはどうだろう、もう。 かなりしい目を取って取りに来ていることから、えー、ロートと見ていいのかなと思っているなので、えー、8番さんが、えー、57人路を押したことから、えー、5番7番は釣り位置ではないと思っていますで2番さんのことを8番さんが、えー、白く見るって言った視点が全く理解できないから2番さんは本当全く色が見えない けれどもえ今後うんここに置いておいたとしてもムラリはないのかなって思うことからうん占う占うにしてももったいないかなって思っちゃうから今日は二番さん釣りでいいのかなと思っています、はい、え今日は二番釣りでお願いします。 投票を始めてください。いやー、ないな、二がもう押されすぎてるからね。五七両方から。うん、これ五七人狼だと思うけどな。二番。のプレイヤーが選ばれました。三ほうきか。 2>, 2番のプレイヤーはますよまた、ああ、うーん8番のプイかあれですかね。かあれっすかラ、ね、ビ、ね、A って言った方がいいんすねやっぱ村人陣ト A って言った方がいいんですかねかめっちゃ、まあ、へ勉強っすね日々え、まあ普通に綺麗にフラグ回収したんですけどまあ別にあれっすね まあ順番的に一番だったし、まあ、普通に逆ないって言ったし、まあ、釣られてたもないっすね、やっぱあ。まあ、まあ頑張ってください。あ、考察いや、もういいっすよ、別に。もう、堂々に死んだんで。あ、でも村、村、まあ、8か1って言ったら、まあ、一番さんかな、なんか八番さん。

白だ,よだから5の相方が3七にいたんだよだからに釣りをしてんだよな、ね、昨夜死んだのは4番。 5番のプレイヤーは、ま、発言してください。<laughs> あ、マジか、ねは。8が偽なんだ。1の2周目の発言ずーっと、あ、1、2世目なんだなと思った。まずね、8をロージックで追うのがね、おかしい。うん。で、その役のニュアンとか、そこの8番の誘導とかは、正直、ね、臭いと思った。だから俺は1をね、捨てたんだけど、8が。 <laughs> あの、<laughs> 人外とは思わなかった。ん、うん、生からえ、どうすればいいのこれ。<laughs> あの、俺、なんも役ないんだけど、どうしたらいいんだろうどうしたらいいかなえ、まず、あの、言うけど、2いらないでしょ。え、2の発言、いらなくないだって、伸びないじゃん。2残して、何のためなのって思います。 んだから、信教。で、9は違う。旧切り捨ての。7は俺、正直そんなに怪しい、怪しくないんだよなえ。まず1点目は、視点が一緒と、1周目の、なんてうの、これ、俺と同じ、なんか共通点が同じだからっていうのもあるんだけど、あのー、7はね、あの、すぐ切ったじゃん。で、俺もすぐ切ったんだよ。あの、 俺はあの発言しろって言っても分からないことは分からないって言ってほしい。で、あの終わりだったら終わりあの。終わってすぐ切ってほしい。だったら、多分7番は違うなと思って、だから俺は7番あの何も言ってなかった。うん。完璧。発言も飲みず、いらないっていう、2は3からって思ったんだけど、3は2周目で喋ってたから別に終わらせてたんだよね。だから俺は2番入れた。はい、以上。今回8。6番のプレイヤーは。 発言してくださいはいえっと5番さんがとっても村人に見えてしまって仕方ないですはいなのでえー、今日は8番さんか5番さんの投票になると思いますけれども、えー、7番さん接続切れなら7番さん行ってもいいのかなって思っていますっていうことで、えっと、8番さんを 似てと見て一番三振と見るっていう感じに今のところはなっていますけれどもまだ5番さんからの発言なので皆さんの発言聞いて最終投票を決めますけれども5番さん村人に見えていますはい7番のプレイヤーは発言してください 8番のプレイヤーは発言してください。はい。えーと、まず5番さん占った理由なんだけど、完全に俺のことを2戦目で見てたんで、5番さん絶対構れ位置ではなかったし、占って結果黒だった。で、俺の推測通り、2番さんが37を怪しんでたよね。だから、その中に仲間がいるんだとして、俺2番さん釣りをしたと思うんだよね、5番さんが。で、5番さんの相方が37にいると思ってた。 で、7番さんも同様に2番さん釣りをしたから俺、俺57人狼だと、現状思ってるんだよね。ただ6番さんも人狼ある初日囲ってて、今5番さんをかばおうとしたから。うーん、ただそれは占ってみないとわかんない、正直。正直、4番さん噛まれたのが俺正直痛手だと思ってる。4番さんが一番考察ができる人だったから、俺のシーンは多分わかってくれてたと思うんだけどね。 今日生きてたら。まずね、俺の真理由なんだけど、カリウドとハンターが潜伏してるよね。そこに俺黒って撃ったら破綻するんだよ。そこを破綻せずにちゃんと黒が撃ててるとこを新目で見てください。なんで今日5番さん行かないと負けます、PP で。俺2番さん白だと思ってるから。5番さんが2釣りをしてるから2は絶対白です。25人狼とか絶対ないからね。100%ないと思ってる。 俺は現状57人狼だと思ってるけど、占ってみないとわかんない。俺は6番さんが5番さん変わってることから、現状6狼もありえるから、占い位置にはなると思ってる。3番さんは正直昨日多分、2番さんそんなに狼思追わなかったんじゃないかな。だから投票放棄してるんだと思ってる。今日は5番さん行ってください。頼むよ。 俺が狼なら黒なんて打てないよ。カレドとハンターに黒打ったら破綻するんだから、今日5番さん言ってください。9番のプレイヤーは発言してください。は,は,さいはい、お願いします。8番さんの言うことね、1であんだけど、どうもね、どうか、なんか引っかかってくんだよね。今日5番行かないとピー,ピーって言ってんだけども、 二四に狂人がいたら別に PP 怒らないし、いい <laughs> 占い決め打ち盤面なんだよね。ああ、これがのらか。で、なおかつ、五を占いに行って、隠し郎も作ろうともしない。どうも引っかかっちゃって真に思えねえんだよな。 ああ4番ん噛まれたのが痛すぎる、これ。じゃあ、じゃあって話だよね。俺、8強人に見えるんだけども、じゃあ、狼どこなのって話になるわけで、8強人数、1が真になって、5、6、白でしょ。7、怪しくなるよね、7。2で連れてればいいけど、三 3, 3は分かんないんだよな。 俺今日占い決め打ち盤面は、うん、一の話聞いてからき決めるかでもどうもはこれは相性の問題なのかないや俺がまず今日はたら1の話打つのがメリットないのとかもた4番追ってくれたのにね,<番>ねはい、えー、今日は、えー、8番さんでお願いします 昨日の段階で8番さんは5番さんに投票していることからきっと5番さんを占って黒出すんだろうなっていうことではいまあそこのなんだろう計画が読めてたのでそうなる前にと思ってしっかり5番さんを占ったらちゃんと白が出ましたっていうところで5番さん釣りはありえないです なのでまあ私を真に見てくれるんだったら8番さんに入れてもらって今日は8号の欄でいいと思いますで8番さんのおかしいところを言うとまあにあの何だろう占ってみないとわからないけどって言いながら2号は100%ないって言い切ってるんですよね。2番さんっっててなないいのに100ないって うん、100%ないって言い切れるのはもう盤面が見えてる人狼でしかないと私は8番さん人狼と最初から見てるから、うん、でまあ、えー、そうですね3番さんの投票放棄で3番さん占ってもよかったんだけど、まあ、明らかにこう占い地に入ってきてることから3番さん占うのも違うのかなと思って、うんはい A、5番さんの方を占いました。 なので、もう相方は、まあ7だったらもうどうしようもないかなとは思うけど、うん、とにかく今日は8番3ずりでお願いし3番のプレイヤーは発言してください。さいえっと、まずね、えー、っと、言いたいことが結構あるから、伸ばすわ。あの、俺ね、えー、っと、まあ、 1>, 1日目ね、俺と2番が結構釣り位置に上げられてたと思うよ。うん。俺も結構名前上がってたと思う。うん。で、そこで俺はもう2番を釣れば確実に俺はね、生き延びられるはずなんだけど、俺は放棄したってところから俺の白目を見てほしい。<laughs> こんなんのは主張にならないか。でね、9番さんに一つ言いたいことがあるんだよね。えー、9番さん8の視点がおかしいって言ってたけどね、8目線ね、あの、1が今日確定してるんですよ。だから2、4強、今日追わないの。うん。追えるわけがないんだよね、2、4、今日なんて。 うん、で、8は考察で白起きしてるって言った。まあ、その理由は、まあ、僕は、うーん、まあまあまあ。とりあえず8目線は白起きしてるんだよね、2を。うん。僕とは理由は違うかもしれないけどね。うん。だから8目線 PP 番目は普通にあり得るんだよ。どこがおかしいのってのを思った、8の視点は。うん。っていうのを9番さんに言いたい。9番さんそこ指摘してたけど、8番さんの。うーん。っていうところかな。で、 今日は5でしょ。うん、8がもし今日であったとしても、誤、う、泊、ん、は普通にあり得る話だし。うん、<laughs> 8の言うその、1の4だかやけど、まあ、そこはいいけど。うん、まあ、勇気はいることだとは思うよ。うん、っていうところで、8が人外だったとしても、そこを評価はしたいかな。うん、っていうので、えー、今日は俺は5に入れます。はい。うーん、まあ、そんな感じかな。 投票を始めてください。ああ、これ六級次第や。あ、六特級村川がいるやろ。これ八は白やろ。あ、三か三は白やから。うんー、どっちか六級どっちか。番お、行けた。ゲーム終了。え？え？ ええええ <laughs> ちょっと待って <laughs> ええー、人道殺のライブ配信毎日やってますチャンネル登録してぜひ生放送も見に来てくださいね。